全ての血の頂点。ね。竹本家はここから始まっていると。うん。四代続くってことはかなりの新に性だと思いますよね、えー。キクちゃんから始まり、ね。てっちゃん、ちえちゃんと。ね。もうここから全て始まっている。つまり元祖じゃりんこでしょうね。このやはり若い時代っていうのは、まあみんなちょっと想像されたことあるのではないか。で、これがダンディのあくまでもイメージなんですが、鉄が、どうもダンディ計算では、ダンディーアホなんで間違ってるかもしれませんけども、 戦前の生まれ。てっちゃんが戦前に生まれてることを考えると、この格好はおかしいでしょうね。はい。と思ってなんでちょっと勉強してまいりましたね。まあ、この街の風景っていうのは変わっているだろうけれども、戦争の影響を受けずにこの店がずっと残っているのかなとか色々思う で、そうなってみるとかなりの老舗だなとさっきからちょっと言わせていただいてるわけなんですね。はい。出ました。喧嘩っ早そうですね。ダボダボモンペ可愛いかなというところでね。うん。まあ、戦前の衣装っていうのが非常に難産でしたね。はい。まあ、てっちゃんとちえちゃんの半々くらいかなと思いますね。で、仕事着もその時代その時代のものっていうのは想像しにくかった。まあ、だからもう一周回ってそういう時はね、アニメのおばあから撮るっていうね、割烹着ですね。これはこれでありかもしれませんね。髪をくぶ 来ると思うけが出るやはり、ジャニんこちえ二十歳を知って、この動画にも出会ってくれて、こういうコンテンツ、今ここまで見てくれてる、やはりそうなってくると、そのジャニんこちえちゃん、竹本ち恵ちゃん自体が魅力的だからこそですね、ちえちゃんと劣化版の20歳にはしたくない、まあ、20歳だと推定するなら、この8年後に、あいますね、こういうの好きですね、まあ、この時はちょっと好きやったんじゃねえのみたいなね。 この8年後くらいに、えぇ、ー、てっちゃんを産んでるということになるのかなと、だんで今の段階では思ってるわけなんですけどね。はい、もう勢いと愛のみですよ。<laughs> ね。うん。もう本当に知識とかウィキペディアで調べたらこんなことない、そんなことじゃないというのはあるかもしれないですけど、それはね、うん。もうやっぱり知らない人には、 知識のシェアをしてやるというね、温かい心で見てやってください。ダンディはあくまでも想像のとっかかりですからね。お見合い結婚。うん。あの、要するに、えー、後取りがいない滝も あ竹本家に、無理やり、こう、ちょっとね、まあなんか、はあ、養子に来たとかじゃなくて、ちゃんと純愛。実はね、それがギャップやなと思って。それが漫画の、ね、えー、セオリーっていうかね、漫画のベターというか、やっぱちょっと純愛であってほしい。ちょっとだからそういう気があって、まあ、ヤクザが絡まんと、まあちょっとこう、切符のいいと言っていいのかな、うん、うん、姉御花というか、腹減ったから死にたいになりますから、また食べな、晴れ、みたいなことを若い時から言っててほしいですよね。うん とか色々思ったりしてねまあほんまこの当時もねもうそんな赤札とか今僕も俺,俺が来ても倒れるかもしれんなこれなうーんと思いますよね男になってきなはれっていうのはこれはちょっとね倒れちゃうのもわからんでもないですけどねこの時代の日本,日本男児というかなかなかもうご恩賞はされてたなというかねうんでこういうのがあってこうですねうんで 誰愛んやはい、<laughs> すいません。もう勢いと愛のみですからね、これは。もうでも、ただちょっとね、愛が過ぎたかなと思うんですけども。まあ、やはり、のび太くん、しずかちゃん理論ですね。うん、あんまりにも弱すぎると、守ってやりたくなる母性が、みたいなところで、まあ、純愛があって、まあ、結婚っていうのでも、ギャップ萌えってやつみたいなのがあっていいかなと思いますね。 こんなコメント送ってくるんだからもうね2年くらい前ですけどね「シャレに真剣に返すな」っていうねまあ ここぐらいしかね、もう答えれるところがないかなと思ってね。コメントにはね、ある程度ね、答えきれない。100%答えきれないけどね。やっぱりせっかく出会ってるんだから、何にも答えたいしね。はい。ではじっくりと拝見させていただこうじゃありません。もうこのネタも浸透するまでずっとやりますからね。はい。やっぱり戦前あたりの水着でないといけないでしょうね。それを最後にお分かりいたしましょう。元祖じゃリン